はい、アルです。おはようございます。はい、今回はですね、まぁ、ちょっとね、ぼちぼち夏鳥のね、まぁ、シーズンに、まなってきたんで、今日は夏鳥をちょっと探しに行こうかなと、思って、今向かっております。はい。で、まぁ、いるかどうかはちょっとね、わからないんですけど、まぁ、追ってくれたらラッキーかなっていう感じで、まぁ、とりあえず、まぁ、散歩がてらにね、ちょっと確認しに行こうと思うんで、今日のセットはですね、ボディは D500 です。はい。それはもう変わらず D500 なんですけど、レンズを、今日はね、556を、まぁ、つけてきました。はい。なんで、すごい身軽にね、もう機動力が抜群の、まあ、セットになってて、まあ、この間使った時にね、やっぱりええな、このセットって思ったんで、Z50 とね、正直ちょっと迷ったんですけど、はい。今日も、まあ、D500 でですね、はい。まあ、556のセットで、まあ、撮っていけたらなと思います。まあ、機材よりね、今日はね、初任したい。もうね、夏時で言うと僕、オールリが、まあ、大好きなんで、なんとかちょっとこう、オールリをね、まあ、まあ、見つけて確認したいなと、まあ、思ってるんで、まあ、入ってるかどうかわからないですけど、はい。まあ、そんな感じで、まあ、今日は行ってみたいと思います。はい。それでは、行ってきまーす。さて、着きました。はい。ちょっとね、去年見つけたとこぐらいから一回行ってみようかなと思います。はい、それでは頑張ります。中入った。かぶってるかぶってる。ああ、中入ってた。出てこい出てこい。あかん。中入った。はい、ということで、行ってきました。はい、ね、残念ながらね、オールリーにはちょっと会えなくて、聞く話によるとね、現地でまあ会った方に聞くと、昨日ね、撮った方がいてはるみたいな話があるみたいなんで、ひょっとしたらもう入って、出て、まあ、たまたまね、僕が、まあ、タイミング悪くですね、まあ、出会えなかっただけなんかなと思うんですけど、ちょっとね、それもほんまに入ってるかどうかっていうのが、まあ、自分のね、目で確認したわけじゃないんで、ちょっとその辺は、まあ、わからないんですけど、まあ、一応まあ、そんな話があって、まあ、残念ながら僕はまあ、取れなかったと。はい、いう感じでしたね。去年ね、オールリウンが、めっちゃ良かったんでね、いやー、今年もそのまま行きたかったんですけどね、ちょっと残念ですね。はい。まあ言うてもね、まだ4月始まって、まあ前半なんでね。はい。まだまだちょっと時間があるんで、まあこれからもちょっとリベンジ、まあしていきたいなと思います。まあいろんなフィールドがあるんで、点々としてですね。まあオールリーを取りに、はい。今季もちょっと頑張りたいなと、思います。はい。で、まあ、今日は、まあ、残念ながらオールリー撮れなかったんですけど、山柄が、まあ、ちょろっと遊んでくれたんで、写真はね、ほとんど多分山柄やと思うんですけど、まあ、山柄と遊んでもらって、まあ、ちょろっと撮って、まあ、今日は帰ってきたと、いう感じでございます。はい。まあ、そんな感じですね。またね、まあ、タイミング見てですね、また行って、まあ、撮れたら動画にしたいと思いますんで、はい。その時はよろしくお願いします。はい。そういうことで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは、お疲れ様でした。